Good morning, my super god loving friends. お待たせしました。今日はね、みんな大好きポルシェということで、今ドイツのシュトゥットガルトにいるんで、ドイツといえばね、ポルシェだよね。で、シュトゥットガルトといえばね、ポルシェが、工場とかがね、ある始まったところなんで、で、そこにね、ポルシェのミュージアムがあるから、そこにね、行ってこようかなと。もういきなりもうポルシェだらけ。今ね、こうディーラーがあって、これはポルシェのディーラーなんだけど、ポルシェのディーラーなんだけど、もうね、結構こう、もういきなりつらい、これが992で、こっちが991で、これが718で、997で、こっちも997。難しいよね、992と991をこう真横でね比べると、992の方がなんかこう下のところがニューって全部つながってて、いや一緒か、あ、分かった、992の方がこのボンネットのところにね、このクリースが、このボンネットのところにこの線があるのが992で、991の方は線がないと、フラットだね。そこが多分一番見分けやすい。991のね、991.2 だったら、あれ、これ991.2かな、もうわからん、あ、もう全然わからん、うん、そうだね、それぐらいしか見分けるところがなくないか。皆さん、Ladies and gentlemen, boys and girls、 これ見分けるのつらいよね。ここの、あともう一個はここのところに、このここかぶってないね、ここまっすぐ、このボンネットのところのバンパーのところがこう線がないのが992で、でバンパーのところにこのウインカーみたいなのがあるのが991ね、なのかなと。じゃあ、お、そこにはもう体感 4S が置いてあってチャージングしてあるね。日本にはなんか今年の終わりかな、来年の最初まで来ないっていう。俺はね、多分体感が欲しいね、うん、体感で YouTube カーをね、体感にしようかな。どうですか皆さん、頑張って稼ぎます。じゃあバーン見ていってみよう。ポルシェミュージアムですよ。シュトゥガルトね、周辺駅から5個ぐらいのね電車で来たところ。でこれがポルシェのディーラーで、向こうがポルシェの工場かな。で、あそこに置いてあるのが、これは992のレンタカー、レントミって書いてあるね。レンタカー、レンタル、992のコンバティブル。いくらぐらいなんだろう。じゃあ入っていってみよう。うん。あ、なんかカフェ的なのがあって、これチケット買ったらこの音声ガイドみたいなのもタダでついてくるみたいな。チケットゲット、入っていってみよう。さあ、ポルシェね、ミュージアムの中入ってきたんだけど、まずこれね、ポルシェの一番最初の、本当に一番最初のね車、まあ、まだポルシェの名前ついてないんだけど、ポルシェの、フェルナンド・ポルシェがね初めて作った、しかも電気自動車ね、これ、うん、1898年、最高時速が25馬力で80キロまで出たみたい。でこれがね、モーターが彼が設計した車らしいよ、あ、設計したモーターらしい。でこれがね、一番最初にね、ポルシェがレースを優勝した記念すべき車っていうことでもなってる。なんか、ね、馬車メーカーらしいよ、このイーガーローナー C2 ファントム。イーガーローナーっていうのが車のメーカーで、
C2 ファントムっていうのがこれのモデルの名前みたい。でこっちの方に入っていくともう古いねポルシェがいっぱいあって、もう、ね、全然わかんないんだけど俺は、718RS スパイダー、まあ、ここら辺はねこういうね、なんとここら辺はねこういうたくさんあるんだけど、こういうねこのね音声ガイドのね端末があるから、音声ガイドの端末をねこれね下のねレセプションのところでチケット買ったらね無料でもらえるから、それをね聞いてると多分一日楽しめると思う。ここは車のこと分かんなくてもうまいこと説明してくれるから、面白いように説明してくれるから、うん、そうそう、もうこういう感じでね、古いやつの方から最初古いやつの方から上の方に上がっていくと新しい車が置いてあって、昔のねあの歴史をたどっていけるというそういう段取りになってる。ここら辺のね古いのも俺説明しても何も多分何の説得力もないと思うんで、まあさらっと流します。356、フェルディナント356、これが多分一番最初の方のポルシェかな。でこっちが356の SL クーペ、1950年代ですよ、レディーズ・エンド・ジェントルマン、うん、古いね、だいぶ古いね。これが、あ、これが有名なポルシェ550スパイダー、550スパイダー、1956年、このレジェンダリーな、これも5億円ぐらいしますよ確実にね、うん。これが4リットルの 2500cc の110馬力で最高速度が220キロだったらしいよ。へえ、こういう感じですよ。こういうね、めっちゃこうなんかこう簡素な作りだよね。で、なんかこう分かるようで分からない。これ356のなんかなんだろうね。でこっちが、これがなんか904っぽいんだけど多分違うんだろうね。なんだろうこれは。これが、ポルシェの 356B2000GS カレラ GT 1963年の車、うーん、これ 4気筒のボクサーエンジンが後ろに積んであるらしい。ボクサーエンジンですよレディースジェントルマン。さあでこれがまた、なんだろうこれは、このポルシェはなんだろう、あ、718WRS スパイダーで、これが1961年の車で86リットルのボクサーエンジンで、で 2000cc で240馬力で最高速度が260キロらしいよ。これが4気筒ボクサーエンジン積んであるわけですよ。違う違う、これ8気筒で、8気筒、これ 8気筒ですよ。8気筒ボクサーエンジンって結構でかいね。だから後ろこんなでかいんだね。これ開けたら多分とんでもないでかいエンジンここに入ってるはず、うん。へえ、だいぶお宝だな、これここら辺にあるわ。で、あ、トラクターも作ってるんだね。でこれが、全然これがポルシェのタイプ 754T7 っていう1959年の車ね。4リットル、4気筒のボクサーエンジンで、排気量が 2000cc の130馬力で最高速度が200キロ。なるほど、ちょっとこの辺になるとだいぶ911っぽいよね。でこっちが911の 2.0、 これが1967年6気筒のボクサーエンジンで 2000cc で130馬力出てたらしいね。でこれで最高速度が210キロ、911の 2.0、 でこっち来ると、お、これがカレラ GTS、 ポルシェ964のカレラ GTS、うん、こっちが、お、8気筒の6気筒、え、8気筒のモデル、8気筒のモデルですよこれ。おお、これは日本にもね1台8気筒のモデルがサウンドオブエンジンに出てるけどね、毎年ね。これが世界で多分2台ぐらいし、2台しかないやつ、うん、でもう1台は日本にある8気筒の96904。おお、マフラーの形がこれがすごいね。この形見てくれ、これかっこいいね。なるほど、説明にはこれ世界に3台って書いてあるね。世界に3台の8気筒エンジンで、6気筒、4気筒のやつと6気筒のやつがある。
で4気筒の車と6気筒の車とそして3台だけ8気筒のプロトタイプがあると。でこの辺まあちょっとよくわかんないね。もうこれが906ですよこれ。904カレラ6ってやつ、964のカレラ6、1965年の車で6気筒の、国産エンジンで 2000cc で210馬力で260キロぐらい出たらしいよ。なるほど。でここら辺が908かな、これは908の LH クープだね。そうだね、 LH っていうのは多分ロングテールってことなのかな。これ後ろ長いしね。これが8気筒の 3000cc、 8気筒ボクサーエンジンの 3000cc で350馬力で最高速度が350キロ。そうか、350キロですよ。こんなのに350キロだったらめっちゃ怖いね。これ見てくれ、これこの長いの、さあ次これ12気筒のね、唯一のポルシェの12気筒を積んでいる917KH ショートテロングのテールじゃなくてショートテールってことなのかな。でこれが 5000cc、 4500cc の580馬力で320キロ出てたみたい。これが12気筒のエンジンですよ。これがすごいね。これがね、多分こうエンジンがね、向こうが3リットル、908が3リットルで、こっちが 4.5 リットル。あのフォード VS フェラーリっていう映画あったけど、ちょうどあの頃のね、車で、おそらくフォードがめっちゃでかいエンジン積んでたからね、これもそれで菊したんだよね。よくわからんけど、多分そうだと思う。なんじゃこれ。すげえで、めちゃくちゃ幅広いんだけど、これは。見てくる、このリアウィング、めちゃくちゃ高い位置に置いてある、でっかいね。これが 911RSR 2017年、なるほど。これはなんかアメリカのイムサっていうシリーズに出てた 911RSR らしい。でこっちが次が 917KH、1971年の車、そう、わ、この後ろから見た感じ、これがすげえかっこいい。これこの後ろからガッと開いた感じ、お、ね、このタイヤのトレードのパターンもすごい、このなんかクラシックな感じでいいよね。これポルシェ 914S っていうね、914の中でもなんと914って普通ね2リットルの4気筒エンジン積んでるんだけど、これは908のね8気筒エンジンを後ろに積んでる、3リットルの8気筒エンジンをここに積んでるらしい。300馬力で250キロ、1969年の車らしいよ。ちょっとこれ乗ってみたいよね。8気筒でこんなちっちゃい車で8気筒の 3000cc 乗ってたらどんな感じなのか。んでこれがもちろんあの有名な73RS 2.7RS クーペ、言わずもがなのね、名車中の名車。なんで名車かはちょっとよく分かってないけど、これね軽量化のためにね、このねこのポルチェのバッチさえプラスチックでできてるらしいよ。で一番最初に、ね、このカレロっていうのが、カレロっていうのをロードカーにつけたのがこの911、1973年のカレラ RS 2.7 クーペで、後ろにこのダックテールね、これがついた、これで、まあ、エアロダイナミックな量産のポルシェっていうことになってるらしい。ダウンフォースね、超大事ですからね。でこっち回ってきて、これがなんか917のこのねリバリーがね、なんかこう肉の部位になってるらしいよこれ。でもドイツ語だけど、だからこうなんかこうカルビとかロースとか、なんかプライムリブとかフィレミニオンとか書いてあるんだろうね、よく分からんけど、ドイツ語のドイツの人はこれ見たらハーって思う、面白いだろうね。
で次こっちが91730スパイダー1973年の、うわすげえ1200馬力だってこれ、1200馬力やるらしいよこれ、レディースジェントルマン、センターシート、これが、1974年のポルシェ911カレラ RSR ターボ 2.1、 この後ろのフェンダーこれやばい、これどうなってんのこれ、タイヤの幅イコールフェンダーみたいになってる、これ見てこれ。このねポルシェ1982年のポルシェ956、これはねグランドエフェクトカーって言って、この後ろのとこ見えるかな、見えないか、グランドエフェクトカーって言ってダウンフォースがねすごいいっぱいあるから、ここに書いてある 321.4 多分 321.4 キロで屋根に張り付いても走れますよっていうことで、こういうおしゃれな展示になっている。で、お、出た935モービディック、これもね去年新しい991のねやつで、最後に991をベースにしたねやつで、935っていうのは限定で世界30台かなんかで出たけど、これがその元になったやつだね。1978年の車らしいね。で 3200cc の845馬力、すげえめっちゃくちゃ速い、ね、この後ろがすっごいテールがすごいことになってるね、かっこいいとは言えないけどなんかすごいなって感じで、なんでホイールこんな形になってんだろうね、知ってる人いたら教えてください。お、これなんと右ハンドルだよ、右ハンドル、なるほど、これはねルマンで366キロで、なんかユノディエールのねルマンの直線で366キロ出たらしい。で初めてのねエアクーリングじゃなくて、水冷のねポルシェ、水冷のレースカーのポルシェ、これがね1996年の993の、911カレラクーペで、なんとこれが1948年にねポルシェが車を作り始めてから1ミリオン100万台目の車っていうことで、警察にねドイツのシュットガルトの警察に寄付されたやつらしいんだけど、それがねこれ戻ってきてここに今ね展示されている。962ダウアールマン GT、 これね924のねポルシェ924のカレラ GT ね、まあ、カレラ GT ねこの後2000年代の方にもね出てくるけど、多分このカレラ GT は多分名前ここから来たのかな。でこれが普通のね、まあ、4気筒をスーパーターボチャージかな、そうそう普通のね924のターボからさらにね大きなターボにやって、大きなターボつけて、そこからさらにね50馬力40馬力ぐらいね余計に出てるらしい。この多分かなり数が少ないはずだから、何百台とかもしかしたら百何十台かなぐらいしかないはず、すごいレア、うん、ポルシェ959ね。でこの959をラリー用、ダカールラリー用にね、パリダカールラリー用に作ったのがこれで、それをさらにレースカーのルマン用に作ったのがこの961っていうね、959をレース用にして2を出したら961になって、これでルマンを2年ぐらい出たらしいよ、うん、唯一のね4駆の、レースカー、オフロードじゃないポルシェの4駆のレースカーらしい。なんかスクリーンをタップしてエンジン音を選んでくれということなんで、じゃあカレラ GT 行こうか、ね、で、ワイパーサウンドスポイラークラメコントロールリアポグランプと
イグニッションスイッチドア、タンクキャップアクセレレートということで、クララ GT のエンジン、おお、なるほど、こういう感じなんだ。お、次990のエンジンいってみますか。8番、911 2.0 3935、 911GTCRS、 OK、 じゃあ935で行ってみよう。935で、あ、これは一家に一台欲しいね。 OK、 ストッピン。次GT3RS 行ってみよう。なるほど、次911の 2.0。 やっぱりなんかダルな感じだね。ダルっていうか、なんか新しいのに比べたらだいぶゆっくりな感じだね。来ると今度なんかこう QRS スパイダー、おお、めっちゃレースカップ音がするね。次パナメラ GTS、 うん、次ディーゼルシュラッパースタンダード、おー、キュートな感じだね。俺これが一番好きかな。で向こうにが、ポルシェのミッション E だったかな。これがマカンの GTS で918スパイダー、おー、これはワイザックパッケージかな。911のね、これがね911S の 2.7、 60年代の911は E と S と T があったらしいんだけど、 E と S と T でそれぞれクーペとタルガがあったみたいなんだけど、これはそれが2、他のモデルは 2.4 リットルなんだけど、これは S の 2.7 って言って、その中でも特にね、アップグレードされたこのグリーンの色と中のシープスキンのこのシート、これがねなんか特別らしいよ、うん、これは一番、まあ今でいうところのなんだろう、 GT ターボ S エクスクルーションみたいな、そんなイメージかな。あ、これだ、そうそう、この子、この子とね、ターボ S のエクスクルーションみたいな、当時のね、これはね1989年の、911ターボの 3.3、89年だからね、これが多分5速マニュアルのやつ、見えるかな、多分見えないよね、5速マニュアルがついてるんだけど、うん、89年のモデルから5速マニュアルがついたんだけど、それは特にこの一番人気のね、89年の中では、あ、この930の中でね一番人気のやつで、しかもこれはねカブリオレっていうね、めっちゃレアらしいよ。ここに出てくるのがいいよね。フラットノーズのねポルシェを見ると、もうこれは90年代思い出すよね。思い出すか、80年代か。これがポルシェの991のターボ 3.3 カブリオレフラットノーズ、1989年で3リットル 3.3 リットルの330馬力で275キロの最高速らしいよ。いや、このねギアウィングはこれがいいよね。レザーが新品だ。964RS、 これがなんかこの色がいいよね。
964のあれらカレラです。日本にもね2台ぐらい2、3台ぐらいあるよねこの色、うん、はい次93993のターボ S、 ほらターボ S、 S がつくとねここに穴が開いてるというね、前の多分そうだよね、合ってると思うんだけどやっぱそうだったね。なるほど、345台しかないらしい。450馬力で最高速度が300キロ、1998年に作られた車らしいよ。黄色のキャリパーも、黄色のキャリパーもかっこいいね。997の GT3RS、 GT3 の RS ってことは、 RS っていうのは後ろがねプラスチックの、このリアがプラスチックらしい。でこのカーボンのウイングで、アジャスタブルなカーボンのウイングで、これはしかもねロールケージがついてるね、クラブスポーツのバージョン。色がオレンジがいいね、オレンジかっこいいね。これ、これが991のターボ S のエクスクルーシブ、普通のターボ S に比べてこれが607馬力普通のターボ S よりもさらにパワーアップされている、27馬力アップされているかな。で世界限定で500台、この色が素晴らしいね。918スパイラー、これね900馬力だね、確か887馬力で8リットルの8気筒のエンジンで4駆ね、前の918台限定のフロントがレクトリックモーター、電気モーターで、で後ろもエンジンのエンジンで駆動するっていうやつらしい。すげえかっけえな、この空洞が開いてるのがなんかボルボみたいだね。ルマンといえばポーシェ919ハイブリッド、これがルマン号 3回か4回ぐらい、あ、2015年から2017年で WEC とルマンを勝った。エンジンが500馬力でモーターが400馬力、エンジンがたったの 2000cc らしいよ。4気筒の 2000cc のエンジン、919トリビュート。なんかミュージアムの中にねレストランもあるみたいだね。なるほど、結構すごい高級なレストランっぽいね。おお、ファンシーレストラン。Hello. Hello, hi. Can I help you? I'm okay. Yeah. Just looking around. Yeah, yeah. Just vlogging. Yeah. Yeah. Alright. Lovely restaurant. Yeah, very good. Restaurant is already closed. Oh, is it closed? Yeah. Oh, okay. We just open for lunch and open in the evening then again. もうランチタイム終わってるみたいで、じゃあ一階のねカフェで一回ちょっと休憩しようか。あ、ここにリフトがあるのかな。お、リフトで降りてみよう。GT3RS、991の GT3RS。これめっちゃねなんか低いね。うん。もちろんね、RS なんでこれ紐になってて、うん、いいね、これ欲しいね。これなんかすっごいがっしりした作りで、アルカンターラになってて、ワイザク RS って後ろに全部ねロールケージがあって、後ろは完全に潰れてる。さあ、GT3RS ドライブ、ポルシェドライブ、これレンタルできるのかな。 GT3RS 4000cc の520馬力の312キロ、やば、覚えて、これは運転できるのかな。かっこいいね GT3RS。 よし決めた、これこれ買おう。 GT3RS 買います。いやでもね GT3RS よりもね多分ね俺こっちの方欲しいな。991、992のねカブリオレ、うん、
GT3RS はちょっとね、ちょっと too much。 いやでもいいな、この辺のルーバーが、この辺のね、こういうのがいいよね。いやミュニックのね、ミュンヘンの BMW ミュージアムに行った時もね、すげえいいなって、 BMW すげえ欲しいなって思うようになったんだけど、ここに来るとね、完全にまんまとね、罠にはまって、今もうめっちゃポルシェ欲しい病ですよ。うん、9624これ欲しいね。これ日本でね、ロードリーガルにしてナンバーつけて走ってるのがあるんだけど、あれはあれ見てみたい、そして乗ってみたい。どんな感じなんだろうね、これ、これを普通の道で走ったらね、うん、あ、もちろん制限速度以下でね、うん、いやかっこいいわこれ。これも俺の憧れの車、トップ5。これが991の GT1 ですよ。これレースカーかな。下にね、さっきストリートバージョンが置いてあったけど、これが996をベースにしたホモロゲーションを、ね、取るために作った1998年のポルシェ911GT1、うん、6リットルのフラット6ボクサーエンジンで、あ、3.3 リットルか、3.22 リットルで550馬力、まあ、ほとんど今の時代のだったらもう普通に GT3RS とかもそれぐらいのパワーあるからね、まあ、もっと全然軽いんだろうけど、いやいいね、これは欲しいわ、これも欲しい。こうやって後ろの方まで見れるっていうのがこのポルシェミュージアムのいいところだよね。囲い柵みたいなのがあんまりないからね。旧カレラ GT V10 のね、V10 ですよこれ、 V10 ここに入っててね、 V10 エンジンがここに入ってて、マニュアルので、これが612馬力かな、5700cc、 5750、 6リットルだね。で最高速度が330キロ、2003年の車ね。で限定が、多分世界限定がこれが900台とか確かそれぐらいだったと思うんだけど、違う、1200ぐらいだったかな、1000台前後なんでね、限定が。はい、じゃあまあそんな感じで、次、お、 RS スパイダー、これはアメリカのレースのやつかな、イムサとかそういうやつかな、確か2008年、アメリカンルマンシリーズに出てたやつね、ペンスキーでアメリカンルマンシリーズに出てたやつ。お、アメリカ車ですよ、アメリカ車じゃないけど、アメリカでレースしてくるのね。何をベースにしてるんだろう、2003年だったら。まあまあそんな感じでね、ポルシェの、ポルシェのね、シュトゥットガルトのポルシェのミュージアム見てきたんだけど、まあすごいね、あの いいよね、ここは一日中ね時間潰せるわ、うん、カフェとかも下にあるしね、それからもうあのポルシェ車ね、あんまり詳しくなくても音声ガイドが全部あるから、まあ結構楽しめるよ、うん、一日普通に潰れる。荷物とかもね、これはねちょっとカメラとかあるから、このなんかバカでかいバッグ持ってるけど、普通に下にクロークがあるからね、そこに預けとけばもうね自由に動き回れるし、うん、人もそんなにねいないんだよね。ミュニックの方の BMW ミュージアムが、ミュニックはね観光名所がいっぱいあるから、ついでにねミュニックの BMW ミュージアムを行く人が多いから、すごい結構人が多いんだけど、ここはねシュトゥットガルトあんまり観光地じゃないからね、すごいあんまりみんな人がいないからゆっくり見れる、本当に、うん、いい。まあ BMW の方もねすごいおすすめだけど、また今度撮ってみよう、うん、じゃあまあそんな感じで今日も見てくれてありがとう。まあもしよかったらね、またチャンネル登録とね、いいね評価とかお願いします。ではまた次の動画で、ハブグッワン、テッケー、バイ。